ちは。今日は2001年の東大古文をやっていきます。実際に過去問を一回自分で読んでから、この授業を受けてください。今日はじゃあ1回目の2001年の解説で何をやっていくかっていうと、この文章を読んでいくうちに、この文章で覚えてほしい単語っていうのをまずピックアップしていきたいと思います。で、これはこの文章を使って覚えていって、次の授業、次の問題とかで同じものが出てきたら、できるようにしてください。あと特に2001年で何をしたいかっていうと、敬語の表現がたくさん出てくるので、そこにちょっと注目しながら、敬語について勉強していけたらと思います。で、敬語っていうと、例えばこの奉るとか、こう聞いたことあると思うんですけれども、まず、本動詞があったり、補助動詞があったり、謙譲語として使われていたり、尊敬語として使われていたりっていうのがごちゃごちゃしてくると思うので、そこも一回整理していけたらと思います。で、他にも助動詞、助詞たくさんポイントがあるんですけど、今回この2001年でやりたいことっていうのは、まず出てきた単語を確実に覚えるっていうことと、特に敬語っていうのをチェックしていく。この授業を通して敬語に関してはもう大丈夫だと思えるところまでやっていきましょう。じゃあ特にこの単語と敬語っていうのを意識しながら実際にこの1行目から見ていきたいんですけれども、まずこの各定四条の大難言殿はっていう文ですね。ここ見てみると1行目にまずよろず運じ果てたまいてって書いてあるんですけども、このよろずっていうのが単語として覚えてほしくって、これ漢字で書くとこの万っていう字なんですね。じゃあこの万っていうのはどういう意味かっていうと、まずこの1万2万ってこの万っていう、数としての意味と、あとはこれすべてのことっていうふうにっていう意味があります。一字が万字とか言うと思うんですけれども、一つのことがすべてのことを表してる、1万のことを表してるんじゃなくてすべてのことっていう意味があるのをチェックしてください。で、次にこの行いなんですけれども、まず行いっていうと、日本語、今の現代語でも同じ行動っていう意味があるんですけれども、今回これが覚えてほしいのはこの行動っていう意味じゃなくて、これが重要で、仏教の修行をすること、仏道修行をすることっていうのを行いっていうふうに言えます。行いをするっていうので仏道修行をする、行いっていうのは仏道修行のことなんですね。で、こういうふうに行いっていう特殊なもので、こういう仏教系の特殊なことを表すのが行いの他にもあって、例えばここに書いておくと、出家するっていう意味の頭を下ろすっていう古文単語があります。で、さらに山ごもりっていうのも別に山にこもることじゃなくって、この仏教系の単語で修行するっていう意味になってます。で、行いとセットで行い、柱を下ろす、山ごもりっていうのを覚えてください。で、次2行目なんですけれども、この鍵括弧の中のこれ思えば愛なきことなりっていうことがあります。で、愛なきっていうのはこの愛なしっていう形容詞の連体形なんですけれども、まずこの愛なしっていう単語がよく出てくるので覚えてください。で、これはいろんな意味があって、まず一つ目、気に食わないっていう意味があります。で、二つ目、こっちの方がよく出てくるんですけれども、つまらないって意味なんですね。愛がないっていうことなんです。で、これどっちにも共通してるのは、愛なしっていうのがこう悪い意味の形容詞っていうことなんですね。なので、例えば誰かに対して愛なしって言ってたら、その人に対してマイナスの気持ちを持ってるっていうのを読み取っていってください。で、また形容詞が続くので、どんどんやっていきたいんですけども、同じ2行目で、世に優れめでたかんなるもの。で、ここのめでたしっていう、これですね。で、めでたしっていうのは、これは、素晴らしいです。で、これは、愛なしが悪い意味だったのに対して、めでたしっていうのはいい意味で、素晴らしいっていうことです。で、ここでじゃあせっかくめでたしを覚えたので、ちょっと似てるところで、この、めずらかなりっていうのも、一緒に覚えてほしいと思います。で、めずらかとめでたし、ちょっと似てるんですけども、こっちは本当にその
珍しいっていう意味です。で、めでたしを覚えるのとセットにして珍かなりっていうのを覚えちゃってください。で、次糸度なんですけれども、これどこに出てるかっていうと、3行目の糸度見捨てがたくっていう風に書いてあります。糸度っていうのは覚えてほしい覚え方があって、まずこれ糸度っていうのを分解にすると、糸と糸っていう意味なんですね。で、とてもとてもっていうことなので、これでどういう意味かっていうと、ますますっていう意味になってきます。で、これなんでわざわざピックアップしたかっていうと、この糸度っていうことはこう A の状態があって、糸度 B って書いてあったりすると、この A と B に関してあることが言えるわけなんですね。ますます A、ますます B っていうことに関しては A よりももっと B の方が何かが、大きくなってるってことなんですね。で、そうすると読解に使えるので、ちょっとここ覚えておいてください。何に対してますますになってるのかっていうのを、よく長文の、現代語訳とかで補って答えることが必要になってくるので、何がますますの対象なのかっていうのをチェックしてください。で、もうちょっとだけ、単語をやっていくと、次この割りなしっていうことなんですけど、この割りっていうのは覚えると結構わかりやすくって、この理由の理、理屈の理っていうので、それで断りっていう風に読んで、そうすると断りなしっていうのは、もともとは断りなしっていうことなんですね。で、この理っていうのがない、道理がない、理屈がないっていうことなので、理屈から考えるとおかしいっていう意味で、道理に合わないっていうふうに言ってます。そうするとこの断りっていうのが、理由の理だっていうのを覚えておくだけで、こういう形容動詞が出てきたとしても、断りなり、さっきはバリなしだったんですけども、今度は断り、理由があるっていうことなので、これで道理にかなっているとか、理屈があるとか、そういうふうに理論的に合ってるっていう意味になっています。で、次の文なんですけれども、これもたくさん意味があって、ちょっとしっかり覚えていきます。まずこれは、この漢文でやってるような詩、国破れて山がありとか、そういうものですね。そういう漢詩っていう意味を文っていうので表しています。で、あとどんなものがあるかっていうと、文っていう意味で手紙っていうことですね。で、最後に本っていう意味があります。で、これ以外は、この手紙以外のこの1と3っていうのは、両方とも中国、唐の時代から入ってきたもので、昔の勉強といえば、中国の勉強が、漢字の勉強が主だったので、漢詩だったり、中国から入ってきた本のことを文っていうふうに書きます。で、これ読み方も一応書いておきます。文ですね。で、次、単語じゃなくて文法なんですけれども、などっていうふうに意味があります。これどこで出てきてるかっていうと、5行目ですね。などて覚えべからんっていうふうに書いてありますけど、このなどっていうのは、まず、意味が2つあって、などなんとかっていう、などっていうのが文頭につくことによって疑問を表す。あるいは、また同じで文頭につくことによって反語を表すことがあります。などっていうのは何とかなのかっていう疑問なのか、それとも何とかなのか、いやないっていう反語を表すのか、見分け方っていうのを今日ちょっとチェックしていきます。で、疑問の時は何かっていうと、文末が形になっていて、どんな形だと思うかっていうと、疑問の時は文末が絶対、
変態系になってます。で、反語の時は文末が何になってるかっていうと、無とか、無やとか、水量が含まれてる、この無とか無ですね。水量の助動詞。水量の助動詞っていうと、無とかべしがあったと思いますが、そういうのがある時は反語になってるわけです。で、今回はどっちかっていうと、などて、おこゆべからんっていうふうに、この無、水量の無があるので、あ、反語だなっていうことがわかるわけです。どうして、思うだろうか、いや、思わないっていうことですね。で、これ詳しくは次の授業で見ていくので、ちょっとここは、一回終わりにします。で、ちょっとさっき消しちゃった。哀れ。で、これは、古文単語帳で、一番多く出てくると言っても過言じゃないくらいで、よく意味もわからず、こう、しみじみと、趣深いっていうふうに、覚えると思います。しみじみと趣深いってどういうことなのかよくわかんないんですけども、どういうことかっていうと、哀れっていうのはもともと、こう、あーっていう言葉が元になった言葉で、あーから哀れになったって言われてるんですね。どんな時にあーって思うかっていうと、ちょっとしみじみとしたものを見た時に、キラキラしてるものとかじゃなくって、ちょっとしみじみと、わびさびみたいなものを見たときに、あーっていうので、しみじみと趣深いわけです。で、他にもしみじみと、悲しいっていう意味もあって、しみじみと趣深いと、しみじみと悲しいっていうのは全く違いますよね。しみじみと趣深いっていうのはいい意味だし、しみじみと悲しいっていうと悪い意味です。じゃあ、ただ、哀れて出てきたら、しみじみと趣深いっていうふうに、直接訳していくだけじゃなくって、どっちなのか、いいと思われてるものなのか、悪いと思われてるものなのかを文脈でちゃんとチェックしてから、プラスとマイナスを選ぶようにしてほしいと思います。じゃあ最後に、たまいだけちょっとやって、この授業を終わりにしたいんですけども、まずたまいっていうのは、尊敬語と謙譲語両方あるっていうのは分かってると思います。で、尊敬と謙譲の見分け方っていうのは、尊敬だと、これ、余談活用をするんですね。で、謙譲語だと、下二段活用になってるわけです。そうすると、これ、尊敬の時は、活用表をちょっと見てみると、たまわず、たまいたり、たまう時。たまうとき、たまえどもたまえってなってます。で、下二段っていうのはどうなってるかっていうと、たまえず、たまえたり、たまう。たまうとき、たまうれども、たまうれっていうふうに書いてあります。そうすると、ここでわかることっていうのは、この尊敬の時にしか、はひっていうのが出てこないわけですね。で、謙譲の時にしか、ふるふれっていうのが出てこないわけで。そうすると、たまわとかたまいとか出てきたら、絶対尊敬になってるはずだし、たまうるとかたまうれっていう形になってる時は、絶対謙譲語になってるわけで。そうすると、特に、よく考えなくても、形だけでどっちか分かっちゃうわけなんですね。で、これはどっちになってるかっていうと、1,2,3,4,5,6,7 行目。女房殿も知らせたまえれどっていうふうに書いてあります。そうすると、たまえなので、あ、両方ある、どっちだろうっていうふうになっちゃうわけです。で、たまえの時は2つあるので、ちょっと考えてみてください。で、他のたまうは、8行目ですね。女房殿の御方へたてまつらせたまいける。で、こっちのたまいけるは、木が出てきてるので、あ、絶対尊敬だなっていうふうに思います。で、ここで覚えてほしいのは、この迷う部分は覚えなくていいんですけど、この形になってたら絶対尊敬で、この形になってたら絶対謙譲っていうふうに、迷う部分っていうのを覚えておいてください。他の数冊とかについては、ちょっと他の次のビデオでやっていきたいと思うので、今のところの文法じゃなくて単語とか、
この疑問、反語とかをしっかりチェックして確認しておいてください。じゃあこれで終わります。